皆さんこんにちは、萩原つぐみの歌道場の時間です。今日はですね、ウーボインについて、お話ししたいと思います。皆さんね、イ、エ、ア、オ、ウ、5つ母音がありますね。で、イ、エ、ア、オはそんなにね、なんで指摘されることも少ないと思うんですけども、う、この母音についてはね、こだわってられる先生も多いですし、うが、おとか、う、深い母音がやっぱり基準だと、言われる先生もいるぐらいですから、これがやっぱり綺麗に決まってて、初めてまあ、いえあっていうね、そっちの開口母音とか、その、明るい響きのね、母音も決まるんではないかっていうふうにもまあ考えられないことはないと思います。で、ウーですね。ウーについてなんですけども、ポジション、母音のポジションというかね、感じる場所というのがあって、これ前にもお話したと思うんですけども、声っていうのはここからお腹からね、もうちょっと手がね見えにくいですけど、お腹まで行ってます。これね、おへその下ぐらいまで行ってますね、この手がね、からこのここ声帯まで、これで発声っていうのは、ほぼほぼ決まるわけですね。お腹から、息をぐーっと出してきて、気管を通って声帯を空気が通って2枚のひだが振動すると、ここまででその声発声で、もしくはその音高も、声帯のねこの、この筋肉を引っ張って、高音を出すというところまでは、ここでもほぼ決まるわけですね。ですんで、僕はいつも最初にハミングから練習します。口を使わずに、ここから上は使わずに、ハミング。そうすると、口の中もね、ハミングの時によくね、この口の中にこう空間を持たせましょうなんてこともあったりもするみたいですけども、ね、この状態で口を閉じてて空間を開けようと思うと、どうしてもこう舌根が下がるじゃないですか。舌根が下がるということは、その下の声帯にこれが干渉してしまうと、この筋肉がですね、肉がですね。ですんで、口の中はペチャですね。これが舌だとしたら、上顎にペタッと、この隙間が空いてない状態ですね。で、要するにこの後ろ空気が通るわけですけども、ですんでこっちへ来るこの隙間がないというか、ここはペタッと閉じてるんで、ここからもう空気は発生して振動が、この流れ、声がですね、ここ上通って鼻から抜けるとっていうだけのこの形をまず作るんですね。うん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 、これであとは息を通して、で、声帯が振動するとうん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 ですね。これで決まりです。うん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 、あとはその音高を上げたり下げたり、全部ここまでで処理できるはずですですね。これはいつもね、意識しておかれるといいと思いますね。発声はここまでで決まっていると。じゃあ次にですね、口を開けました。開けた時に奥の筋肉の形で出てきたね、喉から出てきた奥の方での筋肉の形がこうなったりこうなったり、いろんな形をして、この形で、母音が決まりますですね。で、ですんで E も A も R も O も U もこの筋肉の形で決まると思ってください。ですか。で、うんでしょ。で、これが口側、筋肉何も決めてないです。母音決めてないですね。うーんから、うーんうーんうーんビーっていう声が出てるだけです。うーん、これで筋肉の形をいーいーいー、普通に
家の E を思われるといいですね。E を出そうと。っていう筋肉の形にすれば、このビーっていう空気が E の筋肉の形の中を通って、イーって皆さんには聞こえるように出てくるだけの、こういう機械的な話だと思ってください。イーで、で、な形、何かを変えています、筋肉の形。これ皆さんの中で何を変えたら A になってるのかなって、ちょっとね、意識されてもいいと思いますね。ちょっと注意深くね、E から A にしたときに、どこが動いてんのかなと。舌も使ってるはずです。舌。で、にしたときにどうか。この、その時にですね、母音が変わっていくときに、これね、響きが変わってはいけないです。っていう、これ基本、基準。これ声出しただけ。声自体は変わらずに母音だけが変わる。で、その時にもう一つ意識されたらいいと思うのは、E っていうのは上の歯の裏ぐらいを、声はこの奥の筋肉の形で母音を作ってるんですよ。でも E っていう響きを感じる時に、上の歯の奥を感じられると綺麗に E が、これ今前を意識してます。これ例えば、じゃあ奥を意識しながらイを言ったとしたら、ちょっとなんかノーマルなイじゃないですよね。響いてるけども、なんかノーマルじゃない。で、A は、じゃあな、そこから斜め上に上げたぐらいのところ。で、筋肉の方はしっかり書いてますね。方向だけね。で、あーは、ちょうど、上顎の一番高いあたり。墓から、おーうーは後ろ行くんですよね。でも、その時に声が後ろ行ってあげません。これは変えない。ここまでで声は決まってるんで、もうあとは出すだけ。前に出して。でも、っていう母音は、この斜め後ろを意味、気に、なんですか、意識するんですね。で、うは一番奥。ってこう口尖らせなくてもいいです。いいですか？だから、い、え、あ、お、う。こう向いたら、こうですか？え、あ、お、う。で、声は、5回とも同じように声帯を振動させてるだけ。音変わってないんで、何もする必要ないですね。この一番奥の、っていうのさえ決まれば、もう、あと口を、まあ、なんですかね。もう、極端な話をすれば、もうこれで、うーっていうのは完結してるんです。でも、まあ、見てる方に、とか、言葉をね、うんととか、まあ、ドイツ語で言えばですね、ズーヘンとか、ズーヘン、ズーヘン、ちょっと広いですよね。そのために、やっぱり綺麗に、その母音を整えるために、口っていうのを、普通に、うーって丸めたらいいだけ。ただ、これは、その、ここでできた母音をきれいにまとめるだけの話で、母音と基礎は、この、口の奥、声が出てきた喉の奥の筋肉で母音を作る。で、その母音の方向で、きれいに、ほぼほぼできてるということです。ですんでね、うーがどうしてもなんか浅いとか、言われる方は、ちょっと大っぽく言ってみなさいとか言われることもあると思うんです。でも、結局は僕は思うんですけども、そのね、うんとはうんとなんですよ。うんと。これがうんとではないわけです。やっぱり、うんとはうんと、ぞうへん。ちょっとおかしな話ですね。ぞうへん。だから、この、うを大っぽくっていう、その、まあ、なんていうんです。これはね、抜本的な対策ではないわけですよね、やっぱりね。うん。一番やっぱり基本的には、やっぱり、うって自分で感じていて、
一番綺麗なところにウーが来るので練習されるのが最終的には一番近道だと思います。今のはね、この一つずつをきっちりと決めながら、何もかもが一緒になるとぼやけてしまうんで、一個ずつ声、母音、母音の方向、最終的に口だと思ってください。これでウー母音を、イエアオとは違う練習はね、ウー母音、されたらいいと思います。ワンポイントアドバイス、おしまいでございます。それでは。